はい、今から避難します。車の中に YouTube の編集をしに行きます。リアルの流儀へようこそ。ユニクロ大好き体調不良主婦50歳です。どんなキャッチフレーズ。土日主婦休業始めました。冷やし中華始めましたみたいに言ってますけれども、今回は10月1日2日の土日の Vlog になります。土日夫も息子もずっと家にいます。 YouTube の編集すら満足にできませんということで、今から避難する、そんなファッションでございます。最近積極的にファッションを楽しんでおりますが、土日の頑張らないファッションをまとめてご紹介いたします。今日はノーメイク、ノーアクセでございます。ユニクロファッションでございます。グリーンと黒でまとめてみました。プラス J のパーカーを羽織っております。中はユニクロ U のインド人みたいなシャツ、ユニクロのデニム、お靴もユニクロです。この日はサブチャンネルのこちらの動画の編集と投稿で1日が終わってしまいました。はい、今回はファッションを冒頭でドドンといきますね。2日のファッションです。そろそろジャケットも着られる季節ですよね。デニムはユニクロです。土曜は編集で終わってしまったので、日曜日はお出かけです。お気に入りの GU のピンクのシャツで、林家ペーパーリアルでございます。夫と息子から逃げてきました。雑用がいっぱいあるので、絶対やらなきゃいけないのはメルカリハスト。はい、リミットが近づいておりますので、一番最初にまず行きたいと思います。暑くてジャケット着てられない。肩パッドがね、バリバリ入った昭和なジャケット。ビッグシルエットのね、インナー着た時に、上にね、タイトのやつが入んないんですよね。だからこれ大きいのザラで買ったんですけど、肩パッドがね、もう平野レミやから、平野ノラやから、ちょっとどうかなと思ってんですけど、昭和の女ですからこれで行きたいと思います。時代は回る。行きたいとこいっぱいあるんですよ。夜までもう帰らへんよ。なんぼでも外で時間潰せる。車で行ったら駐車場代かかるからね。車も余計悪しですよ。あっちも行きたいこっちも行きたいって時はね、車うざったい。コンビニ行くのも車になるとかってよく言うけど、意外とこう近場に車で行ったりするのは私嫌いで、なんでですかねこれね。めんどくさがりやから。でもめんどくさがりやったら車で行くんちゃうって思うんやけど、めんどくさいと思うところが普通の人と違うんやろね。駐車場に停めて駐車場に戻ったり、駐車券なくなったとか、反抗してもらうの忘れたとか、なんか2000円買い物せなあかんとか、そういうの持ってほしいし、なんか行きと帰りと出口違うとこから帰られてるし、車置いてるから戻らなあかんで、それ自転車もそうですけどね。歩くの一番なんですけど、荷物重いし、これ荷物重くてもこれ前乗せられないんですよね。折りたたみの自転車がね、崩壊して事故ってしまうから。自転車もなんかいいの欲しいな。今息子がなんか自分の自転車ね、乗れないって言って、この私の自転車乗るんです。はよ修理行ってないのにずっと私の自転車乗ってんですよ。自分のもん使うんと私のもん使うんじゃない。でもね、ペット飼ってる気分。犬とか猫になんか自分の荷物ぐちゃぐちゃにされるとか、そういう危機感をいつも持っています。はい、ごちゃごちゃ言ってないで、売れた本をメルカリ発送するよ。メルカリ発送無事終わりました。そろそろ在庫がもう本当に底をついているので、やっていこうと思っています。本のね、出品も今止まってるので。家ではそのペットたちに手を焼くし、編集もね、いっぱい溜まってるしね。平日は病院に忙しいし、土日は避難しなあかんでしょ。メルカリなんかできやしね。続きまして、 GU、こちら私が購入迷っておりますピンクのカーディガンです。林家ペーパー進化中でございます。迷うだけ迷って結局買いませんでした。この間から GU に下見だけしに来てるっていうね。ネットとかアプリでチェックしてるやつを試着しに来ています。どれもいいなと思うんやけど、思いとどまっています。無駄な時間なようですけれども、息抜き&リフレッシュになっております。買いたいの我慢せなあかんからストレスやろか。見たら買いたくなるから、見たいのに見ないってストレスよね。夫がよく言うんやけど、病気のこと調べたりしてる暇あったらヴィトンのカタログでも見てたらどうとか言うんですよね。夫はなんか楽天家、でもまあね、気のちっちゃいとこもあるし、神経質で面白い人ですね。私もそうやけど、真逆な性格、二人とも両方持ってる。私がすごい悩むところに夫は悩まへんし、夫がめっちゃ悩むところに私は全然悩まへん、まあ、それでバランスが取れてるのかなと思えばいいのかな。ということで、次は図書館に行きたいと思います。めったに外出しないんで、あえて日光浴します。駐輪場が満車。
炎天下で待っております。ちょっと前に2、3人入っていって、満車あるある。駅ビルにできたミニロフトをぶらりします。なんでこんなクソ暑いのに暖かくなる商品があんのと思ったけども、秋冬なんやね。もうこんだけ外が暑かったら分からへんかったわ。このなんか肩を温めるやついいよな、これ。なんかこんなとこ袖通れへんわ、大きい吹雪取ったら。レッグウォーマー私愛用してんだけど、これやな、まるでこたつレッグウォーマーって。え、紫あるんやけど、ほら紫いいやん。これ足首ウォーマー、これ短いやつで、雨の日用のやつとかも欲しいんだけどな、外に履くやつ。なんかレッグウォーマーめっちゃあるやん、母に買ってあげよっか。あー、これいいやん、肩と腰と。そう、ユニクロでこういうなんかスカートみたいなやつを買おうかなと思ってんですけどね。腹巻きね、腹巻きは私薄いのやってる、ごついのかなぁね。温活温活。迷うだけ迷って結局また買わず、ユニクロが最強って話ですよ。買いやすくて値段も手頃やし、おしゃれやしね。箸、お箸、夫のお箸が欲しいんですよね。母のレッグウォーマーとか夫のお箸とか、人のことばっかり言ってますけど。お、パープルハートやって、お、パープルのお箸だよ。水につけっぱなしでもいいようなやつがいいんだよな。天然木とかがかがまだすぐに洗えないから、食洗機対応とかこういうのがいいのかな。でもこう滑らないような木のお箸じゃないと嫌なんだよな、あの人。早めにぬるま湯で洗ってくださいとか、もうこういうのが嫌なんだよ。だから私はあの韓国のあのお箸を使ってるんだけどな。水につけっぱなしでもいけるお箸なんかないか。お茶碗もかわいい、これピンクとブルーの、これもかわいい、ペアのやつかわいい、かわいい家庭食洗機用ピンク、ピンク夫よでも水への長期の放置は避けて水切りしてくださいって書いてあるもの、だいたいそうだよな。ダメだ、迷うだけ迷ってこれまた買えず。はい、次行ってみよう。手帳がね、理想の手帳がないの。ダブルスケジュールのこれの大きいやつを使ってるんですけどね。ガントチャートっていうんだって、このね計画表みたいな、これマンスリーでこう横に進捗状況を書けるやつ。私これに体調管理してってんですけど、これの大きいやつが欲しいんですよね。ガントチャートね、結局ネット検索、地上調査に来るんですよ。楽しい、いろんなもの見てね。散歩が大嫌いで困ってんですけど、市場調査のためのウィンドウショッピングだったらなんぼでも歩けますよ。これいいんじゃない、ジュエリーボックス。うちの息子にアクセサリーがぐっちゃぐちゃになってね、お皿の上で。無印高いんやろな、これきっと。このケースだけでもいいような気もするけどね。クリアケースなんかチャチ臭いね。私も100均のやつでやってるけど、100均のやつね、すぐ端っこ外れてきたりするし。これむき出しっていうのもな、なんか入ってた方がいいよな、やっぱり。今度は息子のやつを見ております。これもいいやん、メガネね。夫がなんかメガネがメガネケースに入りきらへんなってる。夫のもええもん、前に息子のもう買ってあげたって使わへんもん。無印で苦労して買ったさ、コンセント入れるやつ、あれももう一個も使ってくれへんもん。まあええわ、好きにして。ご自由にお持ちください。お持ちしたら重たいんですけど。無印の服とかあんまり興味ないんですけどね。母が履きやすいようなズボンないかな。可愛いやん、ユニクロ U と似てるやん。どっちが似せてんのかわからん。似せてるわけじゃないのか。でも無印の服は着る気になれん。それについてはいろいろ理由があるんですけど、炎上しそうだからやめときます。文房具を探してんだよ、手帳ないかなと思う。さっきのなんだっけ、もう名前忘れたよ。ガンチャーなんとか、何やった、あったけどないわ。さっきの何やったっけ、ガンチャーチャートやったっけ。名前もう一回見に行こう。ガントチャート、これこれ、こんなか、これのでっかいやつ。買い物ってさ、探せないよね。でお店の人に聞いても絶対お店の人分かってないから、だいたいどこ行ってもお店の人は大阪さんってないですっていうのね。で私が当時徹底的に探すと出てくるっていうパターンが多いんだけど、結局検索なんだよな。ネットで買い物するのってそれができるからいいよな。はい、結局何にも買ってません。ウィンドウショッピングを楽しんでおります。この何にも買わない感じ、こういうの割とあるあるなんですよ。買うとなったら爆買いになることもあるんですけどね。何に対してもこだわりが多すぎるので簡単に物が買えないで苦しんでます。ラルフローレン行ってきました。目の保養してきました。何にもまだ買ってません。なんか地下に韓国の食品のお店とか、モンブランの専門店とか、レモネードのお店とかできてるみたいよ。唐揚げだって5月末。
この食料品コーナーも行こうか散々迷って結局やめました。もうね、だんだんめんどくさくなってます。図書館行くよ。この無駄の省き方っていう本を借りに来ました。実はこの本持ってます。買いました。図書館で予約しようと思って調べたらなかったんですよね。リクエストみたいなのできるって言って書いてあったからしてみたんですよ、初めて。でもそんなね、一市民のリクエストに答えて本を購入すぐしてくれるなんて思わないから、メルカリでね買っちゃったんですよ。これトーマス・ガジマカさんって私の好きなね、YouTuber さんなんですよね。ミニマリストっておっしゃってるわけじゃないんだけど、ミニマリストっていう私の好きなタイプなんですけど、メンタリスト DAIGO さんみたいな参考になる本なんで、私以外の方が読んだらいいんじゃないかなと思います。せっかく買っていただいたから借りに来ました。家にもあるんですけど、一応一回借りて読んで返そうかなと思います。家にあるやつはもうバイブルとして枕元に、ね、置いておきたいと思います。無駄をどんどん省きましょう。自分の持ってる本を借りに来るっていうのこそ無駄な気もしますけど、一応礼儀というか、せっかくねリクエストしたやつ買ってくださったから。徳島っていいとこよ。魅力ない県とか言われてますけど、勝手に徳島観光大使やってます。はい、姿見発見しましたのでファッションチェックを改めて。自転車なのでレギンスとジャケットです。動きやすさ重視ですね。ずっと探してた金ボタンの小蒸れを着てます。コート代わりにこれから活躍しそうです。なんかテンション下がってるな。なんでこんなテンション下がっていくの。気晴らしに着てるの。自覚はないですが、これが更年期というものか。何かが始まるみたいな。念のためにぼかしておきます。すごい、なんかファンの人がいっぱいいる。いい感じですね。もっと栄えて頑張れ徳島。徳島に活気を。2時前だからお店も開いてないと思うんですけど、気になってた喫茶店、なんかスパゲティのお店、ちょっと行ってみようかな。徳島駅、南国、天気いい。みんな遊びに来て。ほら、ようこそ徳島って。土日、夫と息子から逃れられたらこんな風にフラフラしておりますので、徳島をね。土日主婦休業ですからね。私の好きなダイワロイネットホテル、皆さんここに泊まられたらどうですか。手前にありますわ、阿波踊りのオブジェ。あちこちにあるんですよ、阿波踊りが。はい、3年ぶりに行われた阿波踊り、最高でした。私も人生初でしたからね。青汁王子も来られてましたよ。こちら後編の動画なんですけど、サブチャンネルに前編もありますので、見なきゃ損損ですよ。なんかでも今気づいたけど、今日体調いいな。なんかテンションがあんまり上がってきへんけど、胸は痛いんですけど、まあ、お腹の具合とかもそれほどやなと。いろんなことに思いを巡らせてるから、なんか気がそれてんのかもしれんけど、体調から。食事療法とかね、散歩とかいろいろ試しましたけれども、忙しくして気をそらせるのが一番の得策です。東京駅前抜群のロケーションでランチ営業してます。しかも抜群のロケーションって2階だよ。ここでクローズ2時半だもん。あと30分しかない。美味しいものも食べてないからちゃう。テンション上がらんの。買い物の次はお店選びで迷い始める50歳。裕次郎が待ってるよ。俺は待ってるぜって言うだろ。踊らにゃソンソン言われへん。踊らにゃソンソン言えた。同じ死ぬなら楽しまーにゃソンソン。あ、そうや、私ここ手作りハンバーグルーブル、これこの間なんかで雑誌かな、ここ行ってみようかな。何を隠そう、グルメ雑誌コレクターなんです。歩き&チャリで行ける範囲はほぼ行きました。徳島は車社会なので車で行く店が多いんですよ。田舎道運転できない。出た、定休日だよね。あるあるって誰。おじいさんが。いや、中華定休日やし。ほんますごくない。私夫もひどいんですよ。私がね、気を利かせて電話した方がええと思うで、閉まってるかもよって言っても大丈夫だよとか言って閉まってるっていうパターンが多いんですけど、夫は。私の場合は気を抜いてる時に限ってっていう感じ。まあ、一緒か。そう、夫も私もいつもこんな感じです。ほんで今度お目当たり店が見つからんっていうやつちゃう。ここの喫茶店かな、閉まってるよな。開いてんのこれ。あ、カレーだ。ここパスタじゃないんだ。なんか天狗
屈そう。喋るなとか書いてあるし、喋らないでくださいとか書いてる店あんまり好きじゃない。ここ前も来たんだけど、ここにしようかな。同じ店に入るっていうのはあんまり好きじゃないんだけど、私このねサンドをいろいろ選べるところ、野菜たっぷり具だくさん。でどうしよう、ここに本名のイニシャルの喫茶店があるんですけど、ここも気になってるけど入りにくい。どうしようかな。ここ入りたかったよ。見てこれ、まあハンバーグあんまり好きじゃないんやけど言ってることむちゃくちゃですけど、中の雰囲気がねすごいねレトロで、ね、良さそうやった。レトロな喫茶店大好きやし、どうしよう、行く店がない。お腹すいた。ビドフランス、うそー、ビドフランス。それやったらロッテリアの月見にしようかな。いやでもな、月見バーガーロッテリアもやってるって言ってたけど、美味しいって言ってる人 YouTuber で見かけてないしな。私が行きたいのはコメダなんだよな。なんか話それてきますけど、コメダ行きたすぎてストレス溜まってる。日曜日の駅前だよ、閑散としてるよね。ここは終日営業だって。あ、ここ行ってみようかな。失敗したくないから調査しまくる人なんですけれども、割と勘も働く方で、ここはビビッときました。迷いに迷ってやっと入店です。分け合ってぼかし入れてます。私あのカプリチョーザに今行きたいんですよね。懐かしいカプリチョーザに、なんかちょっと雰囲気が似てる気がする。端っこの狭い席に追い込まれてしまいました。こんなにガラガラなひどいテーブルに座らせてくれ。週末祝日ランチ2時までだよ。あ、もう過ぎてるわ。あかんのか。またしてもスカ食らいました。ランチのアンティパスト食べ損ねました。高いぞ、アラカルトで頼まなあかんねんもん。だってもちろんオーダー決めるのも迷いまくります。生ビール頼んじゃいましたよ、スモール。それからパスタは消去法で、ピザも迷ったんやけどお腹いっぱいになるから、魚介を除いてクリーム除いて辛いの除いてって言ったらこれしかなかった。泡黒牛と色々キノコのボロネーゼフェトチーノ、これにしました。疲れた。ここにたどり着くまでが長すぎるねん。色々悩みすぎ、いっつもこんなんです私。ビールだけ先に来たんですけど、めちゃくちゃちっちゃい。でも久しぶりのビールです。しかもお昼、楽しみましょう。胃がびっくりしそうや。一口で終わりそうな勢い。カバン抱えたまま。だから席狭いねんて、マイナスポイントね。体でっかいねやから私。来ました、年間のお昼ご飯。これで1700円ぐらいするんですけど、高級イタリアンやないですか。先日クッキーさんと行ったホテルランチより高いから。あー、着いちゃったよ。冷パンもないんですけど。アラカルトで注文してんだけどな、ビールも飲んでんだけどな。いただきます。今日は夕飯はお茶漬けやね。お茶漬けなんか食べへんけど。わ、これ飛ぶやつや、取れへん。飛んだ。言わんこっちゃない、ディスってるからバチ当たった。インドみたいな音楽の中、ソースふきふき。あと7ヶ月で51歳。お日やないんですけど。飲み屋のやり口やないか。お昼やでって飲んでるけど。美味しいわ。ファミレスの味じゃないわ。美味しかったから許す。感じ悪いわけやなかったしね。ほったらかされてたけど。ギトギトでございます。絶対胸焼けする。ビール最後一口残してましたから。水くれ、水。お水くらい欲しかったな。まあ、くださいって言えばいいんですけどね。めんどくさかった。美味しかったぞ。ちょっとね、プラスチックのお皿っていうのがね、びっくりしましたけど。本格的な割には。そう、お皿がねプラスチックだったんですよ。お皿って大事なんやなって思いました。うちの母とかおばって飲食店やってたんですけど、めちゃくちゃ食器にこだわってましたね。その理由が分かったような気がしました。あのお腹いっぱいですけど、なんかちょっとスイーツ食べたいんですけど。なんかお腹いっぱいなんですけど消化不良です、心もお腹も。とりあえずちょっと落ち着こうってことで悩んだ末にここしかなかった。テンパってデカフェにするの忘れました。何のためにスタバに来たのやろ。カフェインレスコーヒーが飲めるお店は貴重です。なかなかありません、徳島には。頼んじゃいました。なんか心が満たされなくて、持ち帰り用の紙袋めっちゃでっかいのくれました。半分残して帰ろうと思います。あー、デカフェにするつもりやったのに。アホやね、アホ。でもめっちゃうまいよこれ。ブレンドをオーツミルクでカフェオレにしてるやつ。激混みのスタバです。結局スタバに来ちゃうんだよな。スタバしかないんだよな。さっきの喫茶店行けばよかったかな。いただきます。
普通にうまい。全部食べれるわこれ。最初から半分にカットしたとこ、ね、全部食べちゃう、ね、どうしよう。ちょっとだけでも残して持って帰ろうか。明日の朝ごっそごそになるんですけど、ごっそごそ大好き。かわいい。かわいいか、かわいいって見えるってすごいね。慣れて怖いね。最初見たとき怖と思ったけど、はい、包んで持って帰ります。最初から取り分けとけば食べません、きっとね。今もう4時、1時ぐらいまで編集します。やっと編集ですよ。このために外出してきてるからね。真っ暗でおま、7時までと思ったんだけど、もう8時過ぎております。夫がなんか明日試験なのに、あ、ゴルフの練習場に行ってくるわって言って LINE が来たんですけど、あの息子が車に乗って漫画喫茶行くって言ってたから、車ないんちゃうと思って、車ないやろって言って LINE したんですけど、既読になりません。2人とも趣味を持ってどんどん出てってね。妻は、母は応援するぞ。で息子に今どこにいんの、車はって言って LINE したんですけど、それも既読になりません。わしゃ電書場とか不死間のコミュニケーションがなさすぎる。はい、夜の徳島、お月さんが見えて綺麗んですけどね。 iPhone13 ではこれが限界です。 iPhone14 欲しい、我慢しております。 YouTuber さんがね、徳島に来ると徳島の駅前栄えてるとかよくおっしゃるんですけど、栄えてるように見えるでしょ、全然なんですよ。まずね、まあ今日はちょっと若者がいますけど、人がねいない。今日土日でこれですからね、ガラーンとしてる。でお店もあるようでない。今日のお昼なんかも食べるとこなくて、カフェとかもこうゆっくりできるカフェないし、今もスタバで編集ずっと3時間ぐらいしてましたけど、あのカバン抱えてね、縮こまってやってましたから。ちなみにランチも縮こまって食べたで。机にこういろいろ広げてできるようなとこなんかないんですよね。マクドとかミスドとか駅前にないんですよ。車社会だからでしょうか。あれ、これ間違えた、ここじゃない、あ、間違えた。リアルサザエでございます。似てね。どうするんですか今日の夕飯は。土日は主婦はお休みにするって最近決めたんですけども、それでもやっぱり気になっちゃう真面目主婦ちゃんです。不良ですんません。土日は働きません。私、家族のために働くのは平日だけにしますんで、土日は適当にやらせてもらいます。そうでもしんとやってられへんわ。もう四六時中さ、もうずっと一緒にいんだからさ、平日だけで勘弁してくれ。夫も外勤してくれ、息子もバイト行ってくれ、学校行ってくれ。いやでもね、二人ともいなくなると思ったら寂しいっていうよりね、不安ですね。子供なんかも旅立ってったら寂しいもんですよなんてよく言いますけど、子供が好きすぎてこう依存してて、いなくなったらもう虚無感みたいな、そういう感じじゃなくて、それとはまた違った意味で寂しくなるような気が今しています。絶対ないわと思ってたけど、私にも寂しいっていうか、いやちょっと不安みたいな気持ちが芽生えるような気がしています。勝手なことを言ってますけど、年取ってくると不安になるんですよね。特に私体調不良だし、気絶したりとかするから。めっちゃ手ぶれしてるでしょこれ、ごめんなさいね。14買いましょうか私。どう思います、何の話でしたっけ。そう、あの寂しくなるっていう話ですよ。なんとも言えん不安な気持ちっていうのがあるんですよね。だから夫の文句言いながら、息子の文句言いながら一緒にいるっていう感覚がちょっと安定につながってるのかな。あのかといって私が気絶しても夫は助けてくれないし、まあ、救急車ぐらいは呼んでくれるでしょうけど、まあ、いないよりはマシっていう感じなんですよね。なんだろう、こう一人やったらこう余計なこと考えちゃうみたいな感じかな。夫とか息子いてこうイライラしたり腹立ったりとかしてるその感情ですら余計なことを考えないで済むことになってるっていうかね。京都で死にそうになっとった時ね、本当に一人やったんですよ。母は徳島、夫は単身先、ほんで息子はまあ高校生でしたから、あの朝には出てって夕方まではいないじゃないですか。で私も仕事せず体調不良でもずっと寝てましたからね、家でチーンとした家の中でずっと四六時中体の心配してるっていうね。やんでやんでですよ、心も体も。心療内科もその時行ったりしてたし、全然心療内科なんか行ったって何の解決にもならんかったんですけどね。私の場合は有名な先生にかかってたんですけど、もうそれも行くのやめちゃったりして、まあ受験だなんだ
息子が家にいることが多くなったりとかして気が紛れてっていうかメルカリに没頭したりとか。子育てだったり息子の受験だったりメルカリに引っ越し母の介護実家の片付け YouTube そういうね戦うものがあるとなんとかなるみたいです。はいはいここにね先ほどの品を返しに来ました。1日で返します。ちょっと待ってなんか余計なもの混じってないな。はいありがとうございました。徳島の方いい本なので借りてくださいね。そんなこんなで夫と息子がいることに感謝です。夫と息子がいることに感謝をしながら亭主元気で息子元気で留守がいいみんな健康で幸せでまあできれば仲良くそして美味しく楽しくもうそれだけで十分です。はいということで帰りましょうお家に。夫と息子が待ってない家に帰りましょう。私の家に帰りましょう。必要と思われてないけど実際はこき使われるというね。もうね振り回されるんやない、私が振り回すんや、そんな感じでいきたいですね。今週末もしっかりお休みいただきました。主婦も土日休みましょうね。夕飯どうしよう。心底休みきれないのが主婦ってもんでしょうか。まあ被害者ぶらずにむしろ主導権を握ってるつもりで、まあ、気楽に迷いも少なくあくまでも楽しくやりこなしていきたいと思います。まあ、とにかく私悩みすぎやね、迷いすぎ、迷ったり悩んだりしてる時間ももったいないですよね。そこをまず省いていきましょう。それが私の無駄だ。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録グッドボタンコメントもお願いします。ツイッターインスタもやってます。それではまた。サブチャンネルリアルのしゃべりの方もご登録お待ちしています。ライブもやってるよ。